こんばんは。今日はすいません、ご飯を食べながら配信をさせてください握手会とりあえずまず待って、まず握手会2日間本当にありがとうございました。みんなありがとう。今日はひまわりコーデっていうことで、ひまわりの日だったんですよ。そうだからひまわりコーデということで、AKB48 僕の太陽公園のひまわりの衣装を模した格好をさせていただきました。本当に全なんか衣装ですかってファンの方に言っていただけるくらい、すごくなんか再現度が高かったみたいで、後からねちゃんと写真載せるんですけど、ほとんどお家にあったものを使って、黄色のインナーだけどうしてもなかったのでそれだけ買いに行ったぐらいで、あとの上の羽織だったりジーパンだったりベルトもそうだし、麦わら帽も全部もともと自分のお家にあったものを使ってやってみました。はい、なんかそのいつも服考えるときに、なんか何かしたいなっていうのはすごくずっと思ってたけど、何をしようみたいな感じで思ってたりとか難かったり、あとはやっぱりさ、なんだろう、どうしてもなんかそこまでに用意できるかなっていう不安とかもあったりしたんですけど、今回はもうひまわりの日だから絶対にひまわりを着るって決めて、なんかひまわりにしようって思って頑張って考えてやってみたら、なんか結構皆さんから好評だったので、すごく私の中でも嬉しいなっていう気持ちになったりしました。ありがとうございますということで、まあいろんな握手会のお話は今もしながらご飯を食べていきたいと思います。ちょっと今日ねなんかお寿司を食べたい気分にどうしてもなってしまって、そうなので、お寿司みたいなネギトロ巻き買いましたそうなんかお寿司を食べたい気分になってしまった。ごめん、喉にいいものとかじゃない、全然普通にも自分が食べたいものですはい、自分が食べたいものを買いました。なんかふと寿司の口になったな。やばい むせた。わさびじゃなくてもぐもぐしてたらご飯粒がうんって喉に思いっきり入ってきてむせました。すいません、大丈夫です、自分でもびっくり。むせました、むせてます、現在も。なんか
タテが安くなってたので、ホタテちゃん買いました。嬉しい、ホタテが大好きなんです私。満足。なんかね、ふとねお寿司食べたいなって気持ちになって、ふと、まあ安かったから買ったけど、そんなお腹空いてたわけじゃなくて、でも満足。福士くんありがとう。こちらこそ。ファンの方から元気をいっぱいもらいました。ただ一個だけ、ちょっとどうしてもお願いしたいことがあって、ひまわり再現度高かった、ありがとう。ずっとでもこれは言っているんですけれども、あのまあね、あの本当にちゃんとその券を取って来てくださっている方々には本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいで、っていうのはもちろんその気持ちはあった上でのお話なんですけど、あのまあ、握手会ってこう時間とかが決まってるじゃないですか。で受付時間があって、受付時間終わった後にちょっと時間があったりとかするじゃん。ただそのなんて言うんだろう、まあとりあえず自分いっぱい持ってるなって思ったら、なるべくこうまとめて長い時間お話ししたいのはねすごくわかるんだけれども、なるべくこうドンってちゃんと来てくれるとありがたいなというかそうトン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 ってちゃんと、うん、来ていただけると私はすごくありがたいなって、こう一番最後になってじゃあ何十枚出しですみたいな感じでドンって来られちゃうと、次のレーンの次の子にも迷惑かかっちゃうし、あと私がその部のその時間までめちゃめちゃ暇なんですね。そうっていうことが起こってしまう現象があるので、わかるのよ、みんながそのいっぱい喋りたいからまとめれる時間全部まとめたいっていうのはすごくその気持ちはわかるし、すごいそうやって思ってくれるだけありがたいし、
それ以上にねちゃんとそうやって券を取って来てくださってるっていうことがすごくありがたいし嬉しいし、こういっぱい喋れることがすごく嬉しいことなんだけどっていう感じ。そうやっぱね、うん、どうしてもそうなっちゃうと、それが特に最後の部とかだと次の部の子にも迷惑かけちゃうし、私もねあの帰りのねバスに乗れないっていう事案が発生したりとかするので、申し訳ないが、うん、だって30分も結構、30分じゃない30枚も結構喋れるよね。します。うん、でも本当に来てくれるだけ本当にありがたいから、なんかそんなわがまま言うのもあれかもしれないんだけど、あとはなんか行くなら行くって言ってほしいかも他のメンバーのところに行くならなんか最初からその気持ちでいてほしいっていうか、なんかハルピョンしか見てないよみたいな言ってるのに他のとこ行ってるじゃんみたいなのが一番嫌なだけであって、別に行くならいいんですよ、行くのは分かったよって気持ちになる。なんか別に申告してってわけじゃなくて、そのハルピョンだけだよって言ってるのに他のとこ行くやんみたいなそう、それが嫌だから、なんか別にいいんだよ、だったらそのハルピョンしか見てないよって言わないでほしいかも。そう、うん、いや私に来てくれるだけ本当にありがたいんだけどね。いいの、もう別に別のところ行ってもいいけど、なんかハルピョンだけだよって言わないでほしい。見て、そうです、これからね、それでそれで気まずい時間作ってるの自分たちだからねって。いいんだよ本当に、本当にもうなんか別に DD でも別にいいやっていう気持ちには本当になってきてて、うん、いいんです。それだけ。でも行くのはいいんだけどさっていう話。わかるもん。なんかその一緒に連番しようってなってるからとか、そのハルピョンのところに連れてくるから。別のメンバーのところに連れて行っていいみたいなのもあるじゃん、そういうなんかファンの人同士のさ横のつながりみたいな。
のがあるじゃないですか。そういうのも大事にしなきゃいけないのもすごくわかるから、わかるように最近なってきたから。そうだから、そう、そういうのもね大切に、ファン同士のつながりも大切にした方が、やっぱ AKB のファンの中でというか、こう楽しいオタ活ができるじゃん、余計に。分かった、だからねっていう感じだから、分かったよって。でも本当にみんな来てくれてありがとうって気持ち。握手会福岡でしてほしいね。私さ、この間じゃない25日さ、なんかみんないろんな4カ所、名古屋、大阪、福岡、仙台でやると思うんですけど、なんか行けなかった。福岡行きたかった。うん、でも仙台行ってきます。楽しみ。ずんだも牛タンも大好きなの。札幌、北海道ね、行きたい。今ホタテとネギトロを交互に食べてる8月の24、25はあの浴衣着るので、ぜひ足を運んでください。8月。今日浴衣着てるメンバー多かったね。今日の方が多いのかな。でも私はやっぱりなんか浴衣は夏、8月ってイメージだから。なんか喋りたいことあったけど忘れた。なんだっけな。今パッと思いついたのにもう今忘れた。マジで忘れた。なんだっけ。
忘れました。30秒前ぐらいにパッと出て5秒前ぐらいに忘れた、うん、クリームソーダは飲みましたブルーハワイのやつ、え待って、あ大丈夫だ、よかった、飲みました。なんかマネージャーさんがいりますかって欲しいですって言って、そうあのキッチンカーのところには行ってないけど持ってきてくださって嬉しかった。そう最初はねメロンソーダ頼んでたんだけど、それこそだからその5分終わりにメロンソーダお願いしますって言ってたのね。で5分そのマネージャーさんは5分終わりになるようにちゃんと5分終わりに美味しく飲めるようにちゃんと5分終わりの時間に買ってきてくれてたの。そう買ってきてっていうか持ってきてくれてたのね、私の場所に、私の楽屋のところにメロンソーダで、そしたら私がその5分終わりが長引いちゃったからそのアイスとかが溶けてドロドロになっちゃって、なんか写真撮るにもなんかデロンってなっちゃうからなっちゃいそうだったから、そのまた後で別のタイム、その私が戻ってきたタイミングでちゃんと飲める状態、いい状態で飲めるようにもう一回取りに行きますって、そうそのもう一回じゃあ行きますねみたいな。だからそのちゃんと5分でちゃんと終わってればちゃんと飲めたのに、そうでもちょっとデロンってなっちゃったからもう一回行ってきますねって言ってくださって、でそのデロンってなったやつはその私が5部から帰ってくる前にその別の方が飲んでたんですよ。そうでもう一回行ってきますって言ってしたらメロンソーダが売り切れてて、そう結局ブルーハワイになったの。だから私はメロンソーダが飲みたかったんだけどブルーハワイになっちゃったからちゃんと時間通りに終わりましょう握手会はそうちゃんと5分そのさっきも言ったけどそのちゃんと終わってたらメロンソーダ飲めたのに悔しかったです。いや本当にねそれだけねその分だけ私のところに来てくださってその握手会してくださることはすごく嬉しいんですよ。めちゃめちゃ嬉しいけどそうそうっていう話、並んでいる間にメロンソーダ売り切れてて飲めなかった、じゃあ一緒お揃いお揃いだねうちら、うちも飲めなかったメロンソーダ。いや全然本当にありがたいんですよ、だってメロンソーダ飲むことが仕事じゃないから、握手することが仕事だから別に私はそう仕事しに行ってるから、メロンソーダはそのご褒美だから別にそのなんかメロンソーダ飲めなかったんですけどっていう怒りっていうよりもって感じだけど、そりゃそうなんだけど、でもそういうこともあったんだよってそう私がメロンソーダ飲めなくなっちゃったんだからねっていう話そう、うん、全然なんか30枚以内で来てくれてて、そのなんかごめんって思ってる人はマジで謝らないでほしい。ちゃんと時間通りに来てくれてる、来てくれてるっていうか時間通りにちゃんとやることやってくれてる人たちだと思ってるから、
だし別に多くゲットしてることをプンプンしてるわけではない。ただそのなんていうんですかね、そう、俺なんか今日の握手会終わりのピョンズ飲み会に誘ってもらえなかったぞ、どんまい。どんまい。うちも誘ってもらってないからお揃いじゃん、やった。一緒一緒、万歳。今日行けなくて泣いた。え、友達来てたよ、友達来てたよ、友達来てたよ。そう、誘われなかった、なんか悲しかった。なんかね、よくいるのよ。え、〇〇の友達なんだけどさみたいな、その私がもう知ってるファンの方の名前を出して友達って言ってくれる、言ってきてくれる人よくいる。〇〇の友達なんだけどさ、友達来てたよ。誘ったら来てくれるんだって。ピョンズ飲み会、あ、今日はちょっとごめん無理、今日はちょっと体調がね優れないので、ちょっとアルコールなんていうものを体に入れてしまったら良くないと思う。今日この状態で、だから今日はごめん行かない。昨日誘ってくれてた、もう誘ってくれてたら、でも明日さ、ほらその昨日の状態の明日はさ、ほらそのまたあれだったから、握手会がねあったから、そう昨日の状態で誘われてても昨日もごめんって状態だったから、ごめんね。理由を全部理由をつけて断る。明日レッスンがあるんですけど、なんか今日声も変だったし、めっちゃ咳してたりとか、喉も変だったからマネージャーさんにめっちゃ心配されて、あの明日本当行けなかったら大丈夫ですよって言われたけど、明日レッスン行かなかったら地起こしですよねって聞いて、あ、はいそうですって言われて、あの無理してでも行きますって言いました。無理してでも行きます。絶対に無理って。地起こしは本当に無理だよ。やったことある曲の地起こしなら全然できるんだけどさ、だから生きるって素晴らしい。私レッスン参加できなくて地起こしだったんだけど、マジでしんどかった。なんか何やってるかも分かんないし、誰が会ってるかも分かんないから、なんか何これみたいな。そうめっちゃむずかったし、だからうん、地起こしはしんどすぎた。
明日早起きではない。だからまだ大丈夫。そう、ちょっとみんなに紹介したいものが一個ある。こんなさ、さっきさ、あの体調悪いからアルコールなんてとか言って、え、でもなんかショールームってアルコール移していいんですか？別に飲まなきゃ平気？バンされるのかな？怖、え、ちょっと怖いからやめとこうかな。リバースにしようかな。移すのは平気？どうなんだろう。いや、飲みはしない、飲みはしないんですけど、ここにあるのは今水です。はい怖いからやめとこう。あの後でウィバースで写真を送るんですけれども、もとも、そう、珍しい、もともとっていうか、いろいろな、なんていうんですか、まあ、どう喋ろうどう喋ろうどう喋るのが正解なんだろう。難しい。まあ、難しい。どうやって喋るのが正解なんだろう。まあ、ありがたいことにいろいろなつながりがありまして、もうどう喋ったらいいんだろういろいろなつながりがありまして、難しい。あ、 CM とかなんかじゃないんですけど、全然送られてきたわけじゃなくて、ありまして、今日ね、たまたまね、どう喋ったらいいんだ、まあ、今日握手会終わった後に時間が私あったじゃないですか。で、まあ早く帰るよって感じなんですけど、それはそう、でもそう、早く帰るよって感じなんですけど、あ、飲んでないです。めっちゃ元気、シラフ。さすがに風邪の時にアルコールを入れようっていう頭にはならない。大丈夫、作り話ではないたまたま拾ったお酒でもない。まあ、とりあえずいろいろなつながりがありまして、某何アウトレット系の会社の方とお知り合いさんになったんですね。そう、結構大きな、結構大きな。さて、みんなはどこを思い浮かべているんだろう今今どこを思い浮かべて、まあ、何で知り合ったのっていうと、まあ、あの能登のボランティアなんですけど、つなが、あの、その、なんていうんですか、一緒にいろいろとさせていただいた時とかに、そう、それでなんと今日時間があったから、あ、アウトレットパークではないです。アウトレットって違う？あれ？なんていうの？アウトドアだ。
アウトドア系、すいません、アウトドア系だごめんなさい、アウトドア系のすいません、本当にすいません。なんかみんなが三井三井って言ってるから、え、何の話みたいな、え、三井アウトなん、え、みたいなって思って、え、違うんだけどみたいな、え、なんでみんなこの会社、全然なんか私が思い浮かべてる会社と全然違う会社しか出てこないんだけどみたいなと思ったら、そういうことかアウトドア系です、すいません。本当にすみません。あのパタゴニアさんなんですけれども、とそう、あのお知り合いにならせていただいたというか、もう本当にパタゴニアさんのスタッフさんたち、もうめちゃめちゃもう何十人と多分来られてるんですよ。そう、その能登のボランティアにね。でたまたまその私が今日握手会終わりにあの行こうと思って。ちょっと店舗に久しぶりですってそうお邪魔してきて、普通にこんにちはって普通に行ってきたんですけど、そうパタゴニアさんがなんとお酒を出してるらしくって、であのパタゴニアさんのねあのものって結構ねお値段いいお値段するものが結構多いじゃないですか。だからでもなんかせっかくこう行ったのにこういろいろなもう本当に何人の方とも一緒にボランティアさせていただいて、なんか前回行った時とそっから、あ、そういうところから恋が始まる、あ、女性の方です、失礼いたしましたすいません、なんかあの女性の方と、あ、でも男性の方ももちろんいらっしゃるんですけど、そのボランティアの方々にはね、そう、でもそう今回会いに行ったのは女性の方で、もちろんその男性の方もいらっしゃいました、一緒にボランティアさせていただいた中にはね。そう、まあそれは置いといて、でそのだから恋は始まりません、うん、はい、置いといて、でありがとう心配してくれて、そしてそのなんかお酒をパタゴニアさんが出してるらしくて、でさすがにちょっと服とかは、いや、なんか可愛いキャップとかあったんですよ。でもこんな値段かみたいな気持ちになってちょっとおおってなって、まあでもいいとこのキャップはそれぐらいするよなと思いながら、でもせっかくさなんか行ったからさ、なんか何も買わないのもなんかあれかなと思ってたら、なんとお酒があって、そこにそうパタゴニアさんのお酒を一本かーい一本買って帰ってきましたっていう感じで、そうめちゃめちゃなんか全然どんなあれですかって聞いたら、なんかグレープフルーツ系のみたいな、なんか美味しいビールみたいな感じらしくて、そうおしゃれそうなやつでした。そうなんか地球に優しいことをしたくて、その地球に優しいお酒を作ったみたいなっていう話を前されてて、へーってなって、あのぜひぜひ皆さん、そうだからウィバースに後で乗っけるけど、全然今乗っけてもいいんだけどさ、これです、じゃーん、これです、これです、これですって乗っけるのおもろい、
ップロ写真アップロード。めっちゃそのなんか旗がいい感じだったから背景そこで撮ってきちゃったもうそのまま乗っけるけど、まあ別にそのパタゴニアさんのお店の前で撮った。私もびっくりしました。そう、そんなビールなんて売ってるんだって思って凄いセットでも売ってる。あ、青色売り切れてるネットで。そう、アウトドアブランドでした、すいません。アウトパーク、なんだっけ、アウトレットって言ってごめんなさい。アウトドアブランドです。そう、おしゃれですよね、めちゃめちゃ。どんな味かはちょっとわからないんで、お揃いしたいけど甘くないと飲めません。あ、私もそうなんですけど私もそうなんですけど、そう、私もそうなんですよ。だからまだ飲んでないんでわかんないんですけど、はい。ぜひ皆さんもなんか機会があれば飲んでみてください。そう、素敵なご縁、本当に。うん、ぜひ。飲んだら感想、はい、ちょっといつ飲むか分かんないけどね、だってさ、こうやって知り合ってなかったらパタゴニアさんがビール出してるなんて知らないですからね。うん、すごすぎん。そんなアウトドアブランドが出してるってなかなかないから、ぜひゲットしてみてください。みんな一貫からでも、お揃い、胃の中お揃い界隈にしましょうはい、でもすごいいろんな、その、かま、そのなんていうの、いろんなパタゴニアさんのいろんな店舗のスタッフさんとこう本当に能登でお会いさせていただく機会が多いんですけれども、多かったんですけど、なんか本当にどこの店舗の方々もみんなめっちゃ楽しそうに働いてらっしゃって、なんか、あ、いい会社なんだなって思いますそう、素敵な会社なんだなって、なんか自分があそこの会社にいることにすごく誇りを持っておられるというか、それこそなんかこう、なんか普段から山とか海とかが好きな方々がなんか
転職されてるらしくて。元彼がめっちゃパタゴニア着てた。あ、やばい、気まずい。気まずい、ごめん。ごめん、気まずい。なんかでも一番いいなと思ったのは、なんか1ヶ月ぐらい全然普通に休み取れるらしくて。そう、山行きたいから。そう、もちろんそう、なんか変にあれとかはダメですよ。でも山行ったりとか海行きたいから1ヶ月休み取りますとかは全然いいらしくって。でそこでその山行ってパタゴニアの服着てたりとか、海行ってパタゴニアの服着てて、自分の製品の服を着てて、で着ることによってこうどういう性能があって、どういうことをしてる時になんかこういう性能があるよみたいなのをその語れるようになるじゃん。そう、だからそれでそういう、そのもちろんそうならないとダメですよ。そう、普通にただ1ヶ月休んできてみたいな、それは絶対ダメですよ。そう、だからそうやってそういうそのなんか語れるようになるから、そう使ってみるっていうのでいいらしいです。そうとか、あとはまあそこのさ場所に行ってさ、もう普通に着てるだけで宣伝じゃん。テントとか張ってあるだけで宣伝じゃん。めっちゃいいなって思いましたね。1ヶ月休みで普通に旅行って着て自分で性能のなんか感じるだけでいいのかみたいな。そう、うん、素敵な会社と思って。でも私多分1ヶ月も休んだらもう戻ってこなくなるんだけどって思いながら。そう、もう戻ってこなくなるよなと思って。そうそうそう、だから橋本にはちょっと向いてないかも。うん。休みすぎたら戻りたくなくなりそう。でもまあありがたいことにね、この本当にずっとこう7月忙しくさせていただいて、なんかそれこそ行きますみたいな、なんかしかもその私が行ったところでまた別のタイミングで一緒に能登におられたそのパタゴニアの方とはまた別の方もその方に会いに来られてて、そう、すごくない？だからそうなの、すごくて。言いたいこと分かってくれるかな。そのパタゴニアのスタッフの方じゃない別の能登に一緒に活動されてた、私もね一緒に活動してた方と、もうおおみたいな、こんにちはってなって、めっちゃタイミング良かったです。昨日行くか今日行くかめっちゃ迷ったんですよ。いやもうなんか昨日はなんか今日もね明日朝早いからと思って、昨日ちょっとやめようってやめたんですけど、そしたら今日行ったらそういうことが、そういう、そう奇遇なことがあったのでよかったなって思いました。そう、本当に
なんか昨日行って昨日早く寝れなくてで今日の朝体調もっと悪くなってとかってなったら良くないじゃん。でも、もう今日そうでも今日行って、まあ、体調悪くなったとしても、まあ、レッスンは自分の責任だから、まあ、別に自分で振り起こせばいいからって思ったらそう昨日やめようって思ってそう。今日にしました。うん、回復は分かんない。どっちが、まあでも回復してないと嫌ですけどね。体調は昨日よりはいいと思います。多分。うん。きっとね。熱とかはもはやもう測ってない。そうでもやっぱりファンの方と握手してるときに。むせるわけじゃないけど咳が出ちゃうこともあったりしたので それはちょっとごめんって思いました、うん、でも全開ではないので早く治したいなと思ってます。ラストホタテいい。一番不安なのは16日ですね。マジで。食欲あるわけじゃないけど食べないと良くならないから食べてるって感じだから大丈夫。ビールは飲まない、うん、ビールは飲まない。今日は遠藤飛ばして青春を駆け抜けようよ。ピンと切った君は宇宙人、みんなとはどこかが違う。ピンときた。流れてたね今日。ツイッターを載せなきゃ。え、てかさ、今日のさ、なんかさ、今日さ、なんか謎にさ、ハルピョンとかわゆいちゃんが、あの、あれに来てました。なんだっけ。
キッチンカー、それキッチンカーに来てましたっていうのを見つけてさ、え、私行ってないんだけど誰だったんだろうと思って、かわゆいちゃんと一緒にキッチンカー行った子誰か知ってます？私まずキッチンカーに行ってないんだよな今日と思って、昨日も今日も行ってない。かわゆいちゃんと一緒に今日キッチンカー行ってた子知ってたら教えてください。誰かわかんないけど花柄の服着てたらしい。めいめい、花田めいちゃんか、間違えてるよって間違えてるよって、ハルピョンじゃないよって、めいちゃんの方が顔バカデカだから、顔じゃない、間違えた、やばい、顔じゃない、目バカデカだから、本当にめいめい、花田めいちゃんの目バカデカい、顔はこれぐらいなのに目こんなでかい、顔よりでかい。そう、めっちゃ顔ちっちゃいのに目こんな、かわいい、マジで顔はちっちゃいねえ。日本人の言い間違いなんてよくあるじゃん、本当にごめんね、もうやだ、あ、橋本やんだ、読みました、言い間違いなのに。ごめんねって、言い間違いです。闇、橋本闇、目がでかい、顔はちっちゃい、ツイッターとインスタ投稿するね、19期ちゃんとはね、なかなか喋る機会ないね、なしょ、今日言い間違い多い、なんかメンバーに、え、ひまわりみたいって言われるのがすごく一番嬉しかったです、うん、そうだよと思いながら、なんかファンの皆さんはこのなんて言うんだろう、ひまわりだよっていうのをさ言ってるじゃん、ひまわり、今日はひまわりの日にするねって言ってたからさ、なんかお、すごいひまわりだって言ってもらえることが多かったんだけど、なんかみんなそのメンバーから言ってもらえるって、メンバーにはさ今日ひまわりだよって、まあ、ツイッターでは言ったけど見てるメンバーなんて限られてるじゃないですか、そうだからそうやって言ってもらえたことがすごく嬉しかったです、正解と思いながら、そう、ちょっと待って、123123123、うん、123、よし、全身、今日全身写真にしよう、ひまわり、うわマジでひまわりっぽい、てか顔疲れすぎててさ、全身写真の顔めっちゃ疲れてんだけど、おもろい、頑張れ、
全部のやつが終わってから撮ったからね。のっけるポン。そうだった。いつになったらさ、インスタさ、このさ、なんか勝手に光入る制度なくなるんだろう。ほんとやめてほしい。待っててね。私さ、普段靴好きじゃないのよ。そう、サンダルが好きだからずっとサンダル履いてるんだけど、やっぱひまわりだから靴じゃないとダメかなと思って、今日はちゃんと靴履いた。えらい、もうそれだけで褒めてほしい。今日ハルピョン靴だったことだけで褒めてほしい。もうサイド暖かさ、ちゃんとネックレスも、あ、まだつけたまま、なんか持ってなかったから、あの茶色の鍵みたいなやつ、金色のウサギにした。昔ファンの方からいただいたネックレス、これちょっとでも一番大きいモチーフのやつにしようと思って。今日は今可愛いのが似合う、ありがとう。なんか昨日のお洋服もみんなに可愛いって言ってもらえてすごく嬉しかったです。なんかすごい嬉しかった。やっぱり私は24歳だから、もうなんかキュルキュルみたいなお洋服着れないなってすごく思ってたんですけど、でもみんなが可愛いって言ってくれて、なんかアイドルのファンの人って多分そんな年齢とか気にせずにこう応援して、いやそんなことないかもしれない、若い子が好きなのかもしれないけど、なんかこう24だからこれを着てるとか多分考えないと思うなーって昨日思って、そうじゃないだろうなーっていうのを昨日感じて、みんなが可愛いって言ってくれたりとかして、だからなんかせっかくアイドルで入れるんだから、そのアイドルで入れる期間に着れる、なんか絶対にこう今大人っぽいお洋服とかは多分これから先30になっても着れるじゃないですか。でもなんかキュルキュル可愛いってお洋服ってこうアイドルのうちにやっぱいっぱい着た方がいいかなって昨日改めて思ったので、もちろんこれからもなんか大人っぽい私服もいっぱい着ていきたいなと思うけど、こう自分のなんだろう私服でのお仕事だよっていう時とか、お仕事に
支障きたさない程度に可愛いお洋服も着ていけたらなって思います。その時着たいもの、うん、なんだろう。今日服全然見てなくて反省。うん、いつもいつも言ってる。大丈夫いつもそれ言ってる。でも別にいいんだ。それだけハルピョンの顔見てくれて喋ってくれてるってことでしょ。大丈夫だから。もちろんお洋服見てほしい、お洋服見てほしい気持ちもあるけど、昨日はちゃんと見た。あ、よかった。じゃあ OK。 でもいつも言ってるからもう慣れたいいよ全然マジで。そう、皮肉とかじゃなくて全然平気マジで。けいゆまさきさんハートありがとう。ちょっと今サプライズレバーさんアイスありがとう。待ってね。うん、16日僕と久しぶりなんだけどさ、できると思う？まあできるか危ないかな。当たり、おめでとう。当たりおめでとう。鉄道ネイトさんおめでとう。どこ、ひまわりの歌詞の一番好きなところにしよう。 AKBサビのね。やっぱ私2番が好きなんだよな。
なんか親指ささくれちゃんできちゃった。ここにしよう。 2B から。栄養足りてない。よし、投稿。投稿完了。お、当たり。誰だろう。高間顔さん当たり、おめでとう。よし、リバースにリンクをコピーして貼り付ける。そう、今それで流してました、ひまわり。ずっとすいません。そう、今日の全身はこんな感じでした。いつも無音で見てたけど、インスタって音がつく。音つきます。今日の服で公園出てても気づかない。いや、気づけ気づけ。いつもよりスニーカーだなって思って。あとベルトの色がね、いつも黄色だけど、さすがに黄色のベルト持ってなくて、黒ってか茶色。でもなるべくそのデニムもよ、そのなんていうの、破れてるじゃん私の衣装のデニムだから、破れてるやつがいいかなと思って、なるべく破れてるやつにした。あといつもより透け感多めの、シースルーみ強めの羽織ね、上の。いや、結構再現できたと思う自分の中で。周り、
僕隊もぜひ楽しみに見てください。ぜひと。16日、楽しみ。久しぶりの僕隊、僕隊大好きだから楽しみ。てかそのファンの方にも今日と昨日めっちゃ聞かれたんだけど、16人と8人の公演どっちが好きって聞かれたので、私自身セットリストはすごくどっちも大好きで、そのゆうりさんの公演のセットリストもすごい好きだし、ひまわりじゃない僕の太陽公演のセットリストもすごい大好きだし、曲もどっちも大好きなのね。であの構成の感じとかもすごく好きだから全部好きだなって思ってるんですけど、やっぱり何よりも16人は人が多すぎて全然なんか自分の思ってる幅以上に踊れないのよ、マジで。隣に人みたいな、すぐ隣人みたいな感じだから。そうだからその8人の方がまず好き、普通にね。セットリストがどうこうとかじゃなくて普通に8人の方が好き、公演自体って感じそうなんか人が多すぎて全然その私は全力で踊りたいみたいな気持ちの人だから、そうちょっと狭いAKB 劇場ちょっとリニューアルでちょっと広くしてほしい。って思うぐらい。ちょっと狭くて踊るの苦手、うん、よくあんな狭いところで40何人とかで踊ってたな自分らって思うもん。マジですごい本当に無理。多分迫力とかはねもちろんね16人の方がねあると思うんだ、うん、でも多分スタッフさんたちというか運営の方というかはなんか8人公演じゃなくて16人公演に戻したいみたいな感じの雰囲気じゃん今。めっちゃ16人公演やってるし、だからそんな感じの雰囲気の匂いがプンプンしているので、そうなんだろうなって思いつつ、迫力あるよね。でも狭いよね普通に。しょうがない。メール送ろう。メールとツイッターも送らなきゃ。え、かわいすぎない？うち今日のうち透明感半端ない、くしゃみ出る。てか外で自撮りすんの忘れてるわ。うちマネージャーさんに撮ってもらった写真しかない、ごめん。
まあいっか。てか今日一枚も自撮りしてない。あ、してる。これだけしてるけど、このクマちゃんのやつだけ。これのっけよう。クマちゃんだけのっけます。ねえ、輝きフェス出たい。せっかくさ AKB が出演させていただけるし、ゆきりんさんも出るし、何より本当に多分一番先に食いついたのは私ですよ。この AKB の中で輝きフェスがあるってなって一番最初に食いついたのは私だから、本当に出してほしい。マネージャーさんたちよりも先に絶対に食いついた自信ある。うん、まあもちろん別のお仕事があってとかだったらしょうがないかもってなるけど、そう、絶対に出たいです。先にね、そっちのお仕事がもしも決まっちゃってたらね、さすがにダブルブッキング橋本は無理なので、はい、ちょっと一人しかいないので、うん、でもこれまでの北陸イベントで一回も出てないことないんですよ私。全北陸イベントに、あ、一回だけなんか福井のイベントは呼ばれなかったけど、なんかなんだっけ、なんかなんちゃらなんちゃらみたいな。でも石川と富山のイベントは全部出てるんで、そう、絶対にどっちも全部出てるので AKB が関わらせていただいたね。そうそうそう、だから出る気満々なんでお願いします。あの能登応援隊のイベントも私とレナナだけが、そう、全部全部出た。すごいっしょ。今日はちょっと待ってね、今日はね、差し入れにドーナツとプリンをいただきました。ドーナツ明日の朝食べる。今日お腹いっぱい。プリンも明日食べようかなと思います。明日はもう本当にほぼずっと滞在って感じなので、レッスン場に。なんとか頑張ります。
久しぶりに1万いってる。嬉しい。せず頑張る。なんか久しぶりにゆいりさんと出れるから楽しみ。チョコミントヨッシーさんありがとう、ありがとうございます。どうすればいいんだろう。レディーゴー。握手会ありがとう。緊張した。え、なんかみんなに言われるんだよね、ハルピョン緊張したよって。でもさ、ハルピョンだよと思って、緊張しなくていいよ、ハルピョンなんだもん。緊張する必要ない、マジで。まあ、最初はしてほしいけど一回でも全然私だから大丈夫。1年かけてようやく緊張減ってきた。いいね、それ。握手してる間、ウルキュルな目と目が合ってるの、ドキドキして一回途中で目そらしちゃう。ね、そうだよね。絶対そらされる。でももうずっと見ちゃう。ずっと見る。ね、さっき送ったやつ、おやすじゃなくてさ、こんばんはるぴょんで送っちゃったから、おやす送んなきゃ。もう一個やばい。A ダッシュさん、チョコミントアイスありがとう。ちょっと待って、ありがとうございます。あと最近はホークスのユニフォーム着てくれる人が増えた。なんかホークスファンじゃないんだけどねみたいな感じでもの方もいるけど、ホークスのユニフォームを着てくださる方が最近増えました。嬉しい。でもね、もう別の方もいて、なんか自分ロッテファンじゃないんだけど、なんか丸々ファンなんだけどロッテの服着てるんだよねって
言ってる人がいたから、え、なんでなのって聞いたら、ほら愛ちゃんがロッテファンだからさって、おいおいおい自白すんなみたいなおいおいおい、うちホークスファンだぞ、おいおいって言うときました。ねえみたいな、ホークス来てよって言っといた、うん、何でもいいんだったらホークス来てよって感じ、本当にそう、よし、メール送れました、ありがとう。なんかインスタ誰かにフォローされた、嬉しい、ありがとうありがとう、誰かわかんないけどありがとう、フォロワーが増えた、あ、ツイッターあげなきゃ。あのね、本当は今日これ全部電車の中でやろうと思ってたんだけどね、もう眠すぎて寝てた、電車の中でもその移動のバスの中でも、もうなんか爆睡してた。今日ずっと寝てた、休憩中も寝たし、うん、寝るのがやっぱり早いじゃん、回復が。だから今日はいっぱい寝ました。おめでとう私。今日は封をしました。寝て汗かいたらよく治ってる証拠？めっちゃさ、昨日も今日もさ、あの休憩時間にさ寝てさ、めっちゃ汗かいたの。そうだから良くなってる証拠なんだ。
よっしゃ。水分補給忘れずに、もちろん。ハルピョン子供好き、大好きです、大好きですとか言うとちょっとなんか変に語弊が生まれるかもしれないんですけど、めっちゃそれこそ能登でもなんかいろんなね、あの一緒にね、子供と一緒に参加されてるお母さんとかがいらっしゃるんですけど、その子供ちゃんと遊んだりとか、そうよくしてて、この間もめっちゃなんかね、一回だけ一緒に現場あの入った子がいて、そうもう現場って言っても本当になんかサロンみたいな感じので、しかもその子と別にめちゃめちゃなんかこれしたりあれしたりとかしたわけじゃないのね、全然なんかなんだろう、全くなんか一緒に活動一緒にしたっていう感じではなくて、もうほんと帰りの車の中でちょっと喋ったぐらいなんですけど、なんか次2回目会った時にみたいな、そうなんかすごい懐いてくれてて、あさぱーって言ってくれて、なんか子供ってすげーと思ってそう小学校1年生の子なんですけど、めっちゃその子と遊びました、全力で全力で遊んだよその日、そう、懐いてくれてて嬉しかったです。なんかさ、あのパパとママがさよくさやるさ、こう子供のさ両手を持ってウェーイっていうやつあるじゃん、え、わかる、ちょっと子供ウェイって飛ぶやつ、 1,2,3 みたいな飛ぶやつあるじゃん、わかりますわかるかな、言いたいやつ。それをあの1個上か1個上の女の子と一緒に、その 小学校1年生の子をこうやってウェーイってやってました、3人で遊んでたあ、でも一緒にサッカーしたわ、その第1回目会った時一緒にサッカーしたわ、そういえば。それかな、それで懐いてくれたのかな、そうママと同世代、私と同世代の子と5人でサッカーしたんですよ、それで懐いてくれたのかもしれない、もしかしたら。なんか活動終わってからね、活動終わりにそう一緒にサッカーをして遊びました、うん、でも嬉しかった、なんか向こうが覚えてくれてるのが、え、なんかファンみたいな、アイドルとファンみたいな感じなんだけど、向こうが覚えてくれてるのがすごく嬉しくて、そう、なんかその活動の場所ではこう名札つけてるんですけど、その2回目会った時はそのまだ名札つけてなかったのよ、その時。そうだからなんか名前も分かんないだろうなと思いながら普通にいたら、なんかに認知されてた橋本認知されてた嬉しかった、認知嬉しい。子供って可愛いなって思いました、マジで。
インチ羨ましい、ありがとう。しかも正直じゃん、子供って全部正直だしさ。可愛くてしょうがない、もう本当に。人の子でこんな可愛いと思うんだから、自分の子だったらもうどうなるんだろうって思っちゃう私。本当に子供は子供好きな大人がよくわかる。マジ？じゃあ私はちゃんと子供好きって思ってもらえたってこと？やった。認めてもらえた。嬉しい。ハルピョンの子供欲しいだって、あげないです、ごめんなさいあげないです、はい、私に育てさせてください、すいません、ごめんなさい。友達の子はね、大きくなりましたかね、どうですかね、全然会ってないので、最近ありがたいことに私が忙しくさせていただいているので、最近全然会ってないので、大きくなったかな。でもその子とは普通に毎日連絡取ってます。だから聞こうと思えば全然聞けます。どうって、元気って大きくなったって聞こうと思えば聞けます。ツイッターも OK。 おやす来た、お、よかった、ありがとう。あ、今日行かない旅、え、てかさ、行かない旅のさ、あれってさ、もうさ、あれされた？大阪ってさ、あ、え、なんか、え、一緒に大阪見ようってみんなに言ってたじゃん、YouTube で公開されたら。まなかちゃんのが公開されてるおっと、じゃあ早めに見といた方が良かったのか、 TVer で。もう終わりだよね。でも私ももう今日配信もうそろ終わるし、7月16日、あ、明日はギリ見れんのか。明日に、うわ、明日は無理だから、僕隊があるから。明日かな。ちょっと見れないかもしんないけど、明日の夜見れなかったら、まあ YouTube で見ましょう、公開されて後に。
モータースポーツは一緒に見たもんね。大丈夫。やっと新橋だって。え、もう解散したの？ピョンズ飲み会。マジ？早くない？夜はまだこれからだよ。でもめっちゃいいこと言ってる人いる。コメント欄でその自分の応援しているメンバーなんて言うんだろう、まあだから要するにその自分の応援しているメンバーのことも背負ってコメント しなきゃダメだよねみたいなことを言ってる人がいて素敵だなって思った。なんかやっぱこう丸々ちゃんがいい、丸々がいい、この子がいい、あの子がいいっていうのはすごくわかるけど、なんかなんでこの子なのみたいなコメントとかも、今橋本さんが選抜に入れない理由が分かったっていうコメントとかもあったんですけど、まあでもそれはそれで置いといて、そう普通になんかこのなんかなんでこの子なのって言ってるコメントも、その自分の推しのプロモーションをマイナスプロモーションしてるんだよみたいなコメントあって、もう正解と思って、なんかみんなもきっとハルピョンズですって私はさみんなにさ全力で名乗ってほしいからこそ、なんかピョンズハルピョンのファンだよっていうことなんかもっとねこう胸を張って言えるようにしたい。だからこそ逆に言えば私もみんなが応援してくれてるっていうことを胸を張って思ってる、思いたいって思ってるので、そうこれからもなんかハルピョンを背負ってる気持ちでみんなもいろんなところにコメントをしてくれたら嬉しいなと思います、はい、っていうとねなんか気をってなんかいろいろコメントしづらくなるかもしれないんだけど、まあ人を蹴落とすようなコメントをしなきゃいいって話ですよ。ただただあやばい、足の爪の指が剥がれそう、あ間違えた、足の指の爪が剥がれそうだった一瞬、大丈夫でした、セーフ。ハルピョンがピョンズを背負ったら潰れちゃいそう。リアル、リアル事実やめて。
嬉しい。橋本さんの愛嬌えぐい。こんな好かれ上手な人めったにおらん。残念ながらそんなことないんです残念ながら。でも嬉しい、そうやって言ってもらえて。テーマは日本の中心と平然と言ってのける橋本さんが最高。え、日本の中心だから何のこと？何の話してんだろうこの人。豊後水道めっちゃ人気、もうすぐ10万人行く。嬉しい、10万視聴行く。やっぱでもスーツさん強いなマジで。スーツさん強いっすわ。やっぱ YouTube ってほんとスーツさんの中のあれなんだろうね。でも2人とも私が共演させていただいたの3人いらっしゃるんですけど、まだねドスコイさんのは全然まだ1回しかまだ放送されてないからあれだけど、そうスーツさんも東出さんもドスコイさんも皆さん本当に物知りな方々でありがたい。もう私が本当学ばせていただいている一方って感じ。スーツさんいなかったらハルピョンファンになってなかったかもしれない。やばい。でもね本当にいらっしゃる。スーツくんの動画見てきたよって今日本当にいた。今日スーツくんの動画見てきたよって。そうスーツさんじゃないんだねと思って、もうスーツくんなんだと思って、この人の中ではすごいと思って、そうびっくりした。いやまあ運ですけどね本当に私の中では、ありがたいですよ本当に。たまたまあの時元気だったから、だからこそ私はこの間ねその東出さんと一緒に出演させていただいた時に結構体調悪かったけど、なんかやっぱり自分が
その体調悪かった時の代打で出演して結構ありがたいお言葉をたくさんいただいたからこそ、なんか誰かを自分の代打で出すの嫌だなって思っちゃってこの番組に、そう、うん、だから意地でも行くっていう気持ちで行きましたね。もうちょい自信持てばいい？ありがとう。頑張る。頑張るね。待ってね。まあそろそろ終わるけど、私も配信。根性まああるかも。なんか根性はあると思う。ガッツはある、うん、ガッツはありますね、きっと。なんか それだけでやってきたって感じ。なんかでもめっちゃ言われるのが、ハルピョンはずっとアイドルやってそうってメンバーにも最近言われ始めてて、そう、ありがたいけどね、ありがたいけどプレッシャーだよね。そう、まあもちろん私も自分が本当にやりたいと思ったことを見つけたら、そりゃこの世界からは退くつもりではあるけれども、そう、なんかそう言われちゃうとなんか
最後までいなきゃみたいな気持ちになっちゃったりとかするよね。まあでももちろんやりたいことを見つけてからちゃんとっていう気持ちはあるし、やりたいことが決まってやりたいことが見つかったらきっとより輝く姿でありがとうってみんなにちゃんと言ってこの場をされるんじゃないかなと思うんで、まあ、今は AKB がやりたいって一番今思えることなので、今はもうこれをやりつつ全力で頑張りたいなと思ってます。だからこそ今日も握手会でみんながいっぱい来てくれてありがとうっていう気持ち、そう、もちろんね人が並んでない時間帯とかもそりゃあったけど、やっぱ辛いけどそういう時間は、でもまあこれが今の世間の声なんだろうなって思ったら頑張んなきゃなって思うし、そう、まだまだできることはあると思うんで、目が覚めて私は驚いた、いつの間にか全然夢中だった。なんでなんで急に、フランツカフカの変身のように、当たり、あちゃこちゃん当たり、おめでとう、やったね。じゃあ45分になったらランキングを読みます。でんでん夢中でいい、ウォンウォンウォン、こんな姿の自分では絶対あなたに会えないと、誰もいないレーンに自分が言ってやれないもどかしさありがとう。誰もいないレーンの隣から見るピョンズの景色はすごく寂しかったよレーンに誰もいないのにピョンズが隣のレーンに並んでいるという姿を見るもどかしさ、すごく私は寂しかったです。
ハルピョンの公演を今年1回なので多く見ることを誓った。いっぱいぜひ今日の公演で、今日じゃないや、今年の公演はいっぱいよろしくお願いします。そう、9月からリニューアルだからちょっとね、公演自体は減っちゃうけど、よろしく。みんなピョンズが一人でも多く当たって、一回でも一人でも多く当たってくれることを祈ってます。外イベはマジでお願いしたい、本当に。とりあえず輝きフェス出たい。てつやさんハートありがとう。来月8月は浴衣を着るので、ぜひ浴衣ぴょんに会いたい方はよろしくお願いします。お、ということで45分になったのでランキングいきます。1位鉄道ネイトアットピョンズさんありがとう。2位トラックエローアットグリさんありがとう。3位コロポックルさんありがとう。4位 A ダッシュアットピョンズさんありがとう。5位山内、風に揺れないひまわりも素敵でした、お疲れ、ありがとう。6位トシさんありがとう。7位高間川アットピョンズさんありがとう。8位バンボシさんありがとう。9位マックミックさんありがとう。10位マークーンさんありがとう。11位ネバーストップ、8月の浴衣、8月の横浜参戦決めた、浴衣に負けた、やった12位ゆたパパ007さんありがとう。13位てつやとアルピョン大大大好きさんありがとうございます。ということで、え、輝きフェス9月7、8、あ、もう私勝手に入れてます、すいません、はい勝手に仕事入れてます、すいません、あの輝きフェスって勝手に入れてます。そして14、15がオンラインで、21、22が握手会なので、あれ、今回幕張ない、全部横浜って書いてある、私のあるよね、21、22横浜だよね、間違えた、幕張だよね、私間違えてるわ、これ幕張です、スケジュール間違えてた、危ない、横浜行くところだった、危ない、よかった気づけて。ということで皆さんありがとうございました。また明日、多分明日も午前中、昼ぐらいにレッスンがあるので、午前中一回配信チロッとして、でちょっと多分夜なんかねできると思うので、夜多分できたら行かない旅一緒に見ましょう、よろしくお願いします。くしゃみ出ます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで14,304盛り上がりの皆さんに聞いてきた声をお届けしちゃった、ではキャッシュシアルビアンコタジオタナでした。久しぶりにこんなに長い時間配信できて嬉しかった、楽しかった、まだまだいっぱい喋りたいので、また明日もよろしくお願いします。それではおやすみなさい、今ここだけがしんどいですおやすみなさい、ありがとう、またね、お風呂入ります、バイバーイ。